抵抗会社は、大気汚染物質の排出が少なく、自然環境への負荷が少ない自動車。通称は、エコカー。2020年現在、電気自動車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、天然ガス自動車、水素自動車、燃料電池自動車、クリーンディーゼル自動車などが実用段階にあり、その他メタノール自動車などもある。日本では、 抵抗会社の認定を受けた自動車は、税制面で優遇されるなどの特典が設けられている。日本では、環境省、国土交通省、経済産業省の3省庁において、抵抗会社という場合には、協議には、電気自動車、メタノール自動車、圧縮天然ガス自動車、圧縮空気車及び、ハイブリッド自動車のうち、圧縮空気車を除く4種類を指す。基本的に、 抵抗外性能のほか、石油代体制が要求されている。また、日本政府の抵抗会社普及計画では、これらに加え、低排出ガス認定かつ、低燃費車を含め、クリーンエネルギー自動車という概念では、LPG 車の内トラックなど貨物車とバス、特殊自動車を加え、ディーゼル代替 LPG 車が加わり、 低排出ガスのガソリン車は除外されている。また、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律により、すでに数十台しかないメガノール車が未だに抵抗会社4兄弟の一つとされている一方で、CNG 車と排出ガス性能で、ほとんど差のない LPG 車が除外されていたり、燃料電池自動車が抵抗会社とはされていない。また既存のガソリン。 経由の液体燃料を使用する車両のうち、排出ガス性能で抵抗会社としたため、概念が整理されていない。日本以外では、代替燃料車として、電気、メタノール等のアルコール系、天然ガス LP ガス、水素、DME のガス系が挙げられ、低排出ガス性能については、燃料を問わず一定のレベルをクリアすることが主流である。経済対策と環境対策のために、 抵抗会社の普及を促進させるべく、抵抗会社の購入について、補助を行う国が増えている。日本でもバブル景気の崩壊以降は、新車販売台数が落ちる一方であり、各自動車メーカーの国内での業績も悪化する一方であった。また近年の環境保護への意識の高まりもあり、温室効果ガスや有害物質の排出量抑制や、 有限エネルギーの省エネ性が求められるようになった。そこで政府は経済対策のために環境対策と絡み合わせて様々な補助制度を展開し、買い替えによる各種優遇制度を打ち出している。低排出ガス車のうち特に排出ガスの抵抗外性が高い車両を超抵抗外車という場合がある。超抵抗外の輸送機器を総称してアレブという。また、 無効会社に近いレベルの車両を極超抵抗会社という場合もある。極超抵抗外の輸送機器を総称して、主例部という、電気自動車など排出ガスがゼロである車両をゼロエミッション車という。抵抗会社、あるいは無効会社の抵抗外、無効外とは、その車両が走行する周囲の限定的な環境に対しての抵抗外、無効外を指している。 抵抗会社や無効会社でも新しく製造する過程や廃棄する過程においてやはり温室効果ガスや大気汚染物質が排出される。また、使用環境と車両特性がマッチしていない場合も抵抗外性能が発揮できない場合もあり得る。例えば、ハイブリッドカーは低速でモーター、高速でエンジンを使用する特性上、市街地を走る路線バスやタクシーのように 低速走行かつ加減速が多い走行環境でその特性が発揮される。だが、主に高速道路を走行する高速バスや観光バスでも環境性能を重視して高原地帯の観光地などでハイブリッドバスが採用される場合もある。つまり、車両の製造、使用、廃車まで全体を見渡すと抵抗外とは決して言えない場合もあるということである。ありがとうございます。